Hi, welcome to Star Irvine Records. We present Star Irvine Radio just for you. It's artsy and groovy, and you love it! さあ、始まりました。毎週土曜日夜10時からお送りしております。スターバイネコーズのスターバイ燃料。本日の司会は、ギターのエンちゃんです。お願いします。お願いします。はい、本日放送日が5月の20日ですね。はい、はい。はい。そうですか。はい、そうなんです。で、5月の11日から、5月の20日まで、のところで、はい、春の交通安全運動週間ねえ、それのためにこの日を運動ったのエンちゃん。そうです。しかもまあ最終日でしょ、今日。そう、今日最終日。ただこの放送が夜の10時だからね。この放送が終わった後、あと2時間ぐらいはまだ残ってるので、はい、意識して意識してドライバーの皆さんね、安全第一、ラジオの安全第一で、本当のラジオの交通情報、そう交通トラフィックインフォメーションをお送りしておりますけども。はい、じゃあ皆様がね、普段そのまあみんな免許持ってるよね、持ってるドライバーということで、普段その安全運転で心がけてることを言ってもらって自己紹介じゃあお願いします。安全運転で心がけてる、ほんとちっちゃなことでもいいと思う。それも大事なことだと思うよね、うんうん、もう信号守ると当たり前だけど、でも守んなきゃいけないからさ。俺は逆走してくる車に気をつける。まあね。リアルだね。一度一度経験の量です。6号でね、うん、正面衝突事故を食らってます。本当生きててよかったもん。気をつけてください。ね、本当に真正面から車が来るんだって。64の割り替え以外にあるんだって。ゲーム以外と現実で起きたあれも。ミラーコースのはい、コース以外にあるんだなって思ったようです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。リアルだな。リアルだよ。全然ここまでこう、なんだろうな。あります？みんなもう意外と安全ってんだけどな。言うてしかも俺に限ってはだってスーパーペーパーだからね。で乗らないっていう。そう。乗らないっていう安全活動。かつ、まあ、ね、それはそれで。押している、エースケです。まあでも俺はなんか地味に一時停止で切符切られてるのが2回ぐらいあるから、もうあれで違反者講習になっちゃうし、あれをやるだけで、なんであれですね、もうかなり今は一時停止はしっかりピタッともう絶対に誰もいないこれ絶対に意味ないだろうっていうところもちゃんと、もう最近は一時停止してる。まあ偉い、もういや捕まりたくないんで一時停止してるユーマですそう、自己紹介なんだ。そう、みんなね最後の自分の名前忘れがちですからねはい、じゃあ最後僕なんだろうな、もうほんとちっちゃなことかもしれないけども、交通標識をちゃんと見逃さないようにするとか、信号をちゃんと見るとか、大事なんですよ。そういったところ。共感でもそれで言うと俺二種免許持ってますから。あ、そうだよね。タクシードライバーでした。そう。あ、そうなの？そう。だからみんなが免許の更新とか行くときも俺だけ他のとこ行って新視力やんなきゃいけなくて、その物体のその深さっていうか、そのなんていうの、今どれぐらい離れてる、遠近感、遠近感、そう、色も測んなきゃいけないこともやるんですよ。あとそれ用にちゃんと学科も受けてきて、ちゃんと教習受けてきましたから、その結果人を乗せていい免許持ってるわけですからね、改めてそのちゃんと交通シグナルを守るということの大事さっていうのはすごい重々勉強してきたんでね、はい、なのでちゃんとそういったことを守ると誓っているエンちゃんです。よろしくお願いします。はい、はいはい、じゃあ今日もこのメンバーでお送りしていきたいと思います。お願いします。はい、スターイルヴァインレコーズ present スターイルヴァインラディオ just for you listen up it's groovy。はい、
ちゃんと皆様。さあ、そろそろお別れ。早い。まだ何もメインテーマ入ってない。すいません。前菜のみです。お腹いっぱいですもん。そう、だいぶもう。嘘でしょ。授業受けて。うん、はい。すいません、ごめんなさい。はい。で、今回のテーマなんですけども、日常生活にちょっと出てきてしまう職業病。皆様、うん、いろんな仕事してると思うんですよ。人それぞれ。うん。で、みんなはどんなことがあるのかなっていうのをちょっと教えてほしいなと思って今回このテーマにしました。それ一個気になったのが、うん、その、職業病は、うん、その、音楽なのか、うん、本当の仕事なのかどっちだった？あ、どっちもどっちも、なんかその、じゃあ、これで言ったらバンドだから、ドラマー特有のものってあると思うし、うん、ベーシスト特有なものあると思う。まあ、それで言うと、せっちゃんとはギターとギターで、あ、わかるわっていうところもあるかもしれないけど、逆に、ベース、ドラムのところに関してはちょっと、あ、そうなんだって、新しい発見があると思うから、まあ、そういうのでもいいし、じゃあ現実的に今、ちゃんと仕事でやってる、熱がすごいの、こういうことが、うん、口酸っぱく言われて、教えられてきて、その癖が日常生活でも出て、抜けないわっていうことでもいいかなと思って、まあなんで、そう、それで言うと大きく言うと、まあ、その、やってる楽器のことと、あとその、うん、今持っていらっしゃる仕事の内容、まあ、両サイドの面から何かあったらという感じですかね。うん、なるほどね、うん。でもなんかこれ、えんちゃん前からずっとやりたい。そうね。推しがすごかった。そうそうそう。このトークテーマ。そう、これで言うと、まあ、なんでこれ思ったかっていうと、うん、まあ僕もう一個バンドやってるんだけど、うんうん、まあ、そこで、まあ既存じゃないや。自分たちで曲を作ってやっていこうっていうのは、このスターバインレコーズでバンドと変わらないんだけど、うん、まあちょっとみんなでなんか一個コピーやろうよみたいな話になった時に、その、みんなも知ってると思うんだけど、エルレガーデンのミッシングって曲をやりましょうと言った形になったんですよね。うんうん、で、ミッシングってアルペジオで入ってから、A メロのとこって16分でズク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 って、そう、刻んでくるじゃないですか。ドゥク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 と。で、その、まあ、エルレ好きだったんだけど、そのミッシングって曲をずーっと聴いたことがなくて、そのフルで通して、しっかりと。で、ちゃんと頭に入れないと他のメンバーに迷惑かかっちゃうからと思ってずーっと聴いてたのよ。ずっと聴いて、こうやって、ここの音でこうやってズクズク16分で刻むんだと思いながらやってたら、うん、ある時普通にプライベートでよ、もう道を歩いてた時に、たまたま流れてきたわけよ。入れてるか、プレイリストとかに。うん。で、そしたら、その16部刻んでるでしょ？それに合わせて、ここかゆいなと思った時に、ズク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 ってそう。リズム合わせちゃったんだよ。そう、リズム合わせちゃった。16部で書いてる。16部でかゆいところをこう書いてたわけさ。それやった時に、うん、うわ、だいぶ頭の中やられてんなと。あ、そう思って、そう。多分ドラマーなりにもあるだろうし、ベーシストなりにもあるだろうし、まあギタリスト、ボーカリストなりにもあるだろうしっていうのは、ちょっと思ったんで、ちょっとなんかみんなもあんのかなって、ちょっと教えてくれよと。俺はその、まあ、夜の営みの時にこう、え？指引きで、ツーフィンガーか。ツーフィンガー。今全く指引き使わないよね。指引きとまあスラップと。絶対嬉しくないじゃん。それはやばいね。っていうのはやっぱありますけどね。まあ、ベーシストあるある。ベーシスト絶対嫌だな。変態だ。スラップと。オクターブ。スラップやばい。やばい。スラップやばい。引っ張るってこと？叩いて引っ張る。叩いて引っ張る。叩いて、ビビビビする。のはやっぱ。いや絶対に良くないでしょ。それはあります。危険ですね。15歳からやっぱ4番でやってる。そうね。それはやっぱり抜けない。抜けない。もう染み込んだって。ちょっとピックで弾いてると思ったけど。それは。夜の営みでピック弾きの方しないの？あ、ピック弾きはちょっとやっぱかわいそう。かわいそう。かわいそう。それやっぱ指弾きで。やってますけど。どうですか皆さんの夜の。夜のお話あります？夜の職業病。夜の職業病。ええちゃんのビーターとかね。3分やめる。さ、めちめち叩いて踏んで。ちょ、やめよう。やめよう。やめよう。方向性が。えんちゃんとか想像してたのと違うの。違う回になってる。だいぶ飛躍していったでも俺なんか昔ね、その高校生ぐらいの時に、うん、ベースマガジンで、うん、なんかその、ベーシストの人は、うん、
そのなんか音を、うん、この1,3,4じゃなくて、うん、この、そうで、うん、いろんな曲聴くときにそれで聴いた方がいいみたいな、それなんか無意識に結構やっちゃって、細かく細かく、そう細かくすると、うん、その結局そのドラムの音当たる位置とか、うんうんうん、そういうのが頭にこう入りやすいから、結構そのバンのタイミングで乗っかるっていう、っていう真面目な話。突如めっちゃ再度重ねたまたしっかりちゃんと戻ってきて、そうそうありがとうございます。それはあります。あ、はい、ありがとうございます、はいはいはい。でもいいな、その発想いいな、そういう風に考えるんだ、勉強になる。うん、わかるな、わかる、わかる、やっぱリズム体としてすげえわかる。そうなんだ、やっぱそう、やっぱね、同じ、やっぱ細かく聞いちゃう、すごいある。じゃあやっぱここにちょっと一定のラインがあるんですね、このそうなんだ、ね、だけどミッシングだったら常にズクズクだもん、割と。まあまあ、そう、それこそ。そう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 、イメージ的に言えば。もうじゃあ、テン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 からもう頭の中でもう、ズク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 。流れてるんだ。そうそうそう。あれはテンテンだな。こっちは。そうなんだ。そうそうそうな。いや、まぁ、ちょっと俺は角度違うので言ったら、うん、やっぱその、常にやっぱりこの曲を作り始めてる時期は常にこの曲のヒントを探してるから、だからなんか普通じゃないなって思うのは、うん、なんだ、なんかすごい楽しい時とか、うん、なんか飲み会とか、うん、あとまあすごいムカついた時とか、うん、なんかあって今すごいこう感情が結構普通じゃない時はメモ帳を開いて、今なおどういうことを思ってるのかをとりあえず書いておくみたいな、歌詞とかに絶対使えるもん、ね、そう、使えるかもなって、うん、今すっげえ楽しいなと思った時に、例えばその時のこう天気とか、うん、なんかそのどういう気持ちプラスでもマイナスでもこう感情が高ぶった時にその感じを入れとくと、そうそうそう、一応切り取っとく、文字として切り取っとくね、後でね、思い浮かぼうと思っても多分同じ風にはなさそう、絶対に忘れるんだ、絶対に忘れちゃうから。やっぱそのラブソングとかもさ、めちゃめちゃ好きになった時のこととかがあってさ、うん、いや、いつかこのことを曲にしようと思ったとしても、うん、1ヶ月後2ヶ月後もう思い出せないから、うん、その時の感情って、うん、そうだね、なるほどね、それの結構俺その後悔がめちゃめちゃあるから、うんうん、今はそのなんかそういう風に思った時はあ、なるべくその日のうちに残しとかないと、うん、絶対後から思い出してもなんかこう、あ、違うな、いや、そんな風に思ってたっけとか、うん、なるからっていうのはあるかもしれないです。あ、すごい、やっぱクリエイター側はやっぱそうやって一個ずつメモしていくんだね。レンちゃんの出たこの、はい、MC の時のいやでも俺もやっぱり他のバンドでそうやって曲作って歌詞も書いてっていう作業してるから、それを始めるようになってから多分同じこと多分してて、いや、そうそう、この言い回しとかっていうのを後でじゃあやろうと思っても全然書けなかったりするから、もうその瞬間その瞬間を切り取るしかないから、ずっとメモ帳にこうどん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 いろんなものが溜まって関連性ないんだけど全然、うん、なんか逆にさ、その次の日の朝見てさ、うん、うわ、やべえって思う時もあるけどさ、それ撮っといたらさ、しばらくしてから見たらめっちゃいいなって思う時もある。そうそうそう。そういうのもあるしね。そう。なんか、その時がどういう感情なのかによって、なんか全然、いい時、いいかと思う時もあれば、恥ずかしいなって思うこともあるんだけど。なんか結構前に誰に言われたかわかんないけど、なんか曲を作った時とかに、その、なんでこの曲を作ったのかも書いといた方がいいって言われて、それ結構なんか大事だなと思ってて、その曲作ってさ、完成しましたってなってもさ、あの、まあバンドで練習して、で、まあ曲になるまでも時間かかるし、で、レコーディングするってなったら、またそっから楽器取って、その何ヶ月も経っていくうちに、これなんでこの曲を作るきっかけがあったんだっけって忘れるから絶対。なんかそれは、なんかした方がいいって誰かに言われて、なんかたま極力全部の曲はやってないけど、うん、あのこういうことがあってこういうことを思ったからとか、うんうん、書いとくと、そう、後々にこう曲を本当に撮るとき、やっぱ歌詞をもう一回考え直したいとかなって、うん、そもそもなんでこの曲作ったんだっけっていうのを忘れちゃうから、意外と。
大事だね。すごい、そうだね。そうだよね。もうレコーディングしてる時とか下手したらもう次の新しい曲のこととか考えたりする。そうそうそう。何ヶ月も前に作ったりさ、何年も前に作った曲を取る可能性もあるし。結構深い話になってる。そうぐらいです。そう、なんか職業病、俺も今ちょっと考えてたけどさ、うん、私音楽だとやっぱさっきの細かく考えちゃうっていうのはあるんだけど、うん、せっかくだからさ、実生活の方、うん、普通の仕事の方職業病で思ったのが、マジでこれさっきオープニングの下りでエンちゃんが喋ってた安全の話になるんだけど、お自分今働いてるのが、うん、まあ、俗に言う製造業、うん、まあ、結構大きめの工場みたいな、うんうん、敷地のでかいところで働いてるんだけど、その時に移動、その工場の中をこうテコとか歩いて移動するんだけど、しさ故障って、しさ故障、しさ故障、しさ故障、指差し故障って、こうやってなんとかよし、そうそうそう、指差して、そう、よしってやる、あの、はいはい、よく猫の絵で出てくる、うんうんうん、あれをリアルで工場でめちゃくちゃやってるのみんな、うん、はいはい、工場でその例えば交差点に差し掛かった時にこう立って右左よしって前よしって周り周囲よしって言って渡っていくっていうのがあって、それを工場の中歩いてる時ずっとやってるわけよ。だからリアルで仕事終わって駅とかに着いた時にやりかねやりそうになることが結構ちょくちょくあって、食べてる。そう、ちなみにこれ昨日もその仕事終わって帰ってきた時に家の前の交差点でやりかけた。そうそうそう、これ完全に職業だなと思って。あるだろうな。そう、信号がない交差点だって特になんか来てないかって確認するときに指さしたら癖がついてて。はいはいはい。だから結構でもね、本当に指さすの結構良かったです。まあまあまあ、間違いないです。そうそう、しっかり確認はできるけど、めちゃくちゃ恥ずかしい、うん。そうだね。そうそう。っていう職業病があります。はいはいはい。なるほど。そうね。そう。それもあってさ、結局前の仕事が配達の仕事で、うん、でドライバーでトラック乗るんだけど、でかいから周りって見えにくくて、そのアシスタントが助手席に乗ってる時は必ず交差点左曲がりする時はその助手席に乗ってるやつが鏡見て後ろ見て OK ですっていう作業絶対やるの、まあ、指差し故障みたいなもんだよね。でそれを3年も4年もずっとやってたから、プライベートで友達とかと車乗って助手席にいるでしょ。そんなにいいとこじゃん。確かに。エニちゃん確かに見るわ。そう。OK は言わないけど、もう見るのは確実にめっちゃ見るわ。そう。エニちゃん確かに助手席いるとき。そう、絶対見ちゃうの。そうなんだ。そう。それで言うと、まあ、ドライバー側の気持ちも分かっててさ、結構視覚があって見えないとこっていっぱいあるから、大事なことだとは思ってるんだけど、結構、ヒッてこうやってしまう自分がすごい恥ずかしいなと思いながら、そう、だからすごい気持ち分かるとこあるな。いや、面白いな。そう。職業病って何で。そう、これちょっと、あれだな。また、同じテーマを、ちょっとしばらくたったら聞いてみたいです。まあ、仕事バージョンでもいいかな。ちょっとね、今回ミックスだったけど、ちょっと。うんうん、どっちかね。そう。あと夜の、夜の。夜の、夜のバージョンもね。じゃあ、それもじゃあ今度、ぜひ、はい、企画してください。企画してください。はい、企画します。はい。Star Irvine Records presents Star Irvine Radio。 さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ラジオ以外にも動画やバンドの活動等をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。終わっちゃう大丈夫、大丈夫、大丈夫、それではまた来週。